まかったな。白いクリームの上に赤い桜。あいつもさっさと出てくればいいのに。そしたらこうしてわざわざ迎えに行く手間もは、まったくあれだけ賑やかにやって、普通は釣られて出てくるはずだろ。あのままのペースでチルノがケーキを食って、お茶会のお開きも近いんだ。仕方ない、あいつのところまで行ってやるか。計画してたんだ。それにしてもさ、おかげで待ちくたびれてちょっと食べ過ぎたじゃん。お姉様はどうしているの？デミリアなら私の隣で眠ってたよ。お姉様に何したん？いや別に何も、腹いっぱいで寝てるだけで。ザレ事はたくさんよ。人間、館を荒らして生きて帰れると思ってるの？なんかよくわかん、目が覚めてやる気になったみてえだな。ちょうどいい、腹ごなしに対決。さっきまで見てマリサも一緒に見たい。どんな夢なんだ？すべてが繰り返されてずーっと笑って、それでね、私はみんなに恨まれて。あー、いやそれってきっとマサ夢だぜ。だったらここはいいわ。あなたのことくれん、やってやるわ。望むところだ。お兄さんを怪我した罪は軽く、そして憎いわ。うわっ、やばい勢いで襲ってくる。うわっ、自分の仕方を撃つだけ無駄無駄。そんな、マスターバーク。する必要ないから。僕の悲鳴で機械決壊。バラバラにしちゃうけどいいの？限界っと。うわっ、やるな。限界いけそうだと。こんな感じじゃすぐに落ちるよ。本気でやれってことかよ。一つも当たらないね。
ならどう？これが寄せられるか？カタリオプトリック食べ過ぎてなんてないから。本気で怒ってたのか？ごめんって。私が映った冷たいガラスみたいなの。私はこうしてパリーンだろ。どうして知って？だからさっき言っただろ。後でさ、相馬鏡って鏡を。じゃないと誰もここからで、私たちも家に帰れないからさ。誰も外に出られないのは悲しい。ちょっとそれのみ、ずっと一緒ね。いやそれは勘弁。いやいや、ショック受けるな。一緒に仲良くとかが嫌な、外に出られないのが困るってことだから。マリサ、今真顔すぎるだろ。まあいいや。お茶会に。ああ、大丈夫。今は赤い霧が出てるから。ほら、わかった。お茶会だろ。白いクリームと赤い桜、すっごいうまい。き散るのが狙ってたけど、昨夜に。ありがとう。ほら、みんな待ってるんだから。たまにならそれもいい。マリサ、お太っちゃうから、お茶会でもうコンティニューでき。へへん、私の勝ちだ。